ドゥカティのサテライトチームである VR46 は、2025年シーズンにファクトリー元 GP マシンの供給台数を減らすという方針をドゥカティが示していることに納得できていないようだ。ドゥカティ陣営からは、これまで準ファクトリー的な立ち位置にあったプラマックが離脱し、2025年からヤマハ陣営に加わることになった。 その結果、VR46 がプラマックの立ち位置を継ぐことになるとみられている。ただ来シーズンの VR46 は、ここ2年のプラマックとは違ってファクトリーマシンが1台のみの供給になる予定だ。これにはドゥカティのコストを抑えようとする方針への変更が関わっている。ドゥカティのファクトリーマシンはファクトリーチームと合わせて計3台ということになると、KTM やヤマハ、 アプリリアやホンダといったファクトリーマシーンを揃えるライバルに対しては、理論的には不利な立場に置かれることになる。片方のライダーに最新型、そしてもう片方には片落ちのマシーンを渡さざるを得ないことになる点からも、VR46 はこのドゥカティの判断に納得しきれていないようだ。チームディレクターのアレッシオ・サルッチは、モーターズルポート .com の取材に対して次のように語った。 我々は素晴らしいチームを築き、素晴らしい仲間が揃っている。バイクを作っているわけではないため、決してファクトリーチームになることはないが、加入するライダーには素晴らしい状況が待っているんだ。ルカティのゼネラルマネージャー、ジジダ・ディーニャでさえも我々のマネジメントを認めている。実際彼らは我々のことを2027年からのリファレンスチームとして選んでいたんだ。 2025年にはプラマックが離脱するが、それとは別にね。2025年型マシンについては、ダッピィーニャの見解にはあまり賛成できない。なぜなら我々は1台だけがアップデートされたバイクになるが、これまでのように2台、とも最新型が欲しかったからだ。しかしそれを決めるのはグカティだ。我々は、最新型は1台でやりくりしていくことになる。 たとえ他のメーカーが4台を揃えているところに我々が3台だったとしても我々はベストな方法で機能するように努力していく。ただ赤いドゥカティのファクトリーチームの2台と我々のバイク1台というのはよりユニークなことになるだろう。なおモーターズルポート .com の調べではすでに来季に向けて VR46 はファビオ・ディジャン・アントニオと2年契約の延長で合意済みだという情報が得られている。現在のディジャン・アントニオのチームメートであるマルコ・ベッツェッキはアプリリアへと移籍するが、その後任はまだ判明していない。ただ VR46 のオーナーであるバレンティーノ・ロッシのマナ弟子、フランコモ・ルビデリが有力な候補となっている。 そしてサルッチも、モルビデリに興味を持っていることを認めていている。ぜひそうしたいね。私は彼のことが大好きだし彼と一緒に働きたいし、それは長いこと言っていたことだよ。来年には、それが現実のものになるかもしれない。我々は、VR46、アカデミーのライダーにチャンスを与えるつもりだが、多くのことを調整しなくてはならないため、まだ先になる。 もう数週間待ってみよう。なお、モルビデリが VR46 に加入した場合、マシンはモルビデリが2024年型、つまり現在乗っているものと同じマシンを使うことになると見られている。